こんにちは。アクシスの代表をやっている多田翼です。今回はヘッド商品を戦略の観点から見ていきます。ソニーのスマートウォッチを取り上げます。この内容からわかることは、ソニーのスマートウォッチベナ3が好調なんですが、ベナ3のヒット理由を戦略の視点で紐解いていければと思っています。この内容をぜひ見たり聞いていただきたいなと思うのは、仕事で戦略を考えたり作る役割にある方を特にイメージしています。ベナ3の戦わないための戦略をご紹介して解説をしていくので、お仕事でのヒントになればと思います。他にはソニーのスマートウォッチのヒット理由とか戦略に興味を持った方にも参考になれば嬉しいです。はい、今回取り上げるのはソニーのスマートウォッチベナ3です。ベナ3の特徴は、腕時計のバンド部分、これは手首の内側ですね、このバンド部分にスマートウォッチ機能とディスプレイが埋め込まれています。ついている機能は、例えばスイカとか、あとはスマートスピーカーにも対応しています。もう一つベナ3には特徴があって、バンドではなく時計部分、これは手首の外側の手の甲の部分なんですが、時計部分にはソニー純正の時計ではなく他社の時計も付けられます。でこの場合はバンドはベナ3で、時計部分の文字盤は他社製品という組み合わせになります。ベナ3は2020年の10月に発売されて、発売から半年での売上は以前のベナシリーズに比べて3倍近いとのことです。はい、ここまでベナ3の特徴についてご紹介をしたんですが、ではベナ3のヒットの理由を戦略の観点から掘り下げていきましょう。でこれは結論になるんですが、ベナ3には美しい戦略があると思っていて、具体的には次の2つです。戦わないための戦略と、そしてどうしているかというと共存戦略です。では順番に戦わない戦略と共存戦略、それぞれについて見ていきましょう。はい、ベナ3はスマートウォッチと言ったんですが、正確にはスマートバンドなんですね。まあ、システム的な機能とかディスプレイはスマートウォッチなんですが、外見的な見え方とか使われ方は腕時計のバンドとしてなんです。でこれが何を意味するかというと、戦略の観点ではスマートウォッチとして戦うのではなくて、スマートバンドとして戦う場所を変えた、これが意味合いなんです。スマートウォッチには他社製品って多くあって、従来の時計メーカーからだけではなくて、アップルのアップルウォッチなど異業種メーカーも参入しています。それだけ競争環境が厳しい市場で、レッドオーシャンなんです。ベナ3は正面から他のスマートウォッチと争うのではなくて、スマートバンドとして生き残る道を選びました。スマートバンドという戦場に移って、そこには競争相手がいなく、ブルーオーシャンなんです。でこれが今言ったベナ3の2つの戦略のうち1つ目ですね、戦わない戦略です。でもう一つ、では具体的に何をやっているかというと競争戦略なんです。で腕時計はバンド部分だけでは時計としては成立しないですよね。本体である時計の文字盤とバンドがセットになって初めて腕時計として機能します。でベナ3がスマートバンドとして生き残るとさっき言ったんですが、その後にそのためには文字盤が必要なんですよね。ベナ3がうまいと思うのは、文字盤をソニー製以外でも使えるようにしていることです。他社のアナログ時計であっても、ベナ3のバンドを取り付けることができるんです。で、ここがやっていることが共存戦略だと思いました。先ほど見たようなスマートバンドへの戦場の変更からつなげていくと、ベナ3にはスマートウォッチとしては戦わない戦略があって、スマートバンドとして生き残るために他社製も含めたスマートウォッチとの共存共栄の戦略を取っているんです。で、戦略って戦うことが絶対ではないんですね。戦略という文字を改めて見てみると、戦いを略すと書きます。で、ベナ3の戦略がまさに戦いを略すに当てはまるんです。スマートウォッチとは直接戦わず、すでに人が持っている腕時計にバンドとして使ってもらって、アナログ時計であってもベナ3によってスマートウォッチ化するアプローチをとっています。ここにベナ3の戦わずして勝つという美しい戦略があります。はい、そろそろクロージングです。今回はソニーのスマートウォッチですね。正確にはスマートバンドと表現したんですが、ベナ3を取り上げました。最後に簡単にまとめておきます。ベナ3は腕時計のバンド部分、これは手首の内側にあたるんですが、バンド部分にスマート機能とディスプレイが埋め込まれています。で、逆の時計部分ですね、手首の外側にあたるんですが、時計部分にはソニー純正の時計だけではなく、他社の時計も付けられます。発売から半年で以前のベナシリーズに比べて3倍近い売り上げだそうです。
で、ヒットの理由を戦略の観点から見てみると、ウェナ3には2つの戦略がありました。戦わない戦略と共存戦略です。前者の戦わない戦略とは、正面から他のスマートウォッチと戦うのではなく、スマートバンドとして戦う場所を移し、生き残る道を選びました。後者の共存戦略とは、文字盤をソニー製以外の他社のものでも使えるようにしています。たとえアナログ時計であっても、ウェナ3をバンドとして取り付けることによって、スマートウォッチ化していくアプローチです。はい、今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。この配信のコンセプトは10分で見分けるビジネスセンスで、これからも更新は続けていくので、よかったら次回もぜひよろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。